松本祐一、松本祐一、松本祐一、1980年12月18日隊は、ブラジルのサンパウロ州サンパウロ出身の元プロ、野球選手、外野手、内野手、プロ野球コーチ、左投げ左打ち。日系ブラジル人で、ヤクルトスワローズ入団後の2004年に、日本へ帰化した。ただし、ブラジルでは、自国籍の離脱が困難なため、 キカゴは、ブラジル、日本双方の国籍を保有している。なお、キカゴの本名は、以前からの日本名だった、松本雄一だが、スコアボードやメディアでは、雄一という表記を用いている。2015年に、東京ヤクルトスワローズで現役を引退。2016年からは、同球団の二軍打撃コーチを務める。ヤクルトが1999年に受け入れた、 野球留学選手の一人で、当時は野球の黎明期であったブラジルにおける指導者としての経験を積むことも目的としたため、契約金などは支払われていない。同期には佐藤二郎、登録名は次尾がいた。1997年には母国ブラジルで野球代表にも選ばれ、4番打者を務めている。一方でサウスポーの投手としても活躍し、 全国大会で5イニング15奪三振という記録を立てたこともある。1999年、ブラジル高校選抜チームとして日本遠征をしており、後のフジテレビアナウンサー田中大輝とも対戦している。雄一は、ブラジル選抜チームの3番打者、田中大輝は、兵庫県高校選抜チームの4番打者であった。2001年までは2軍で好成績を残していたが、 球団がフルに外国人選手枠を使っていた事情もあって一軍では出場できなかった。2002年にロベルトペタジーニとマナカミツルの出場選手登録抹消時に外国人枠とガイアが同時に空いたため一軍初登録。5月30日には一軍初出場、初スタメンを果たした。守備位置はライトで2打数1安打1死球と結果を出した。しかし、 ペタ G に復帰に伴い登録抹消され、一軍定着はできなかった。この年、第15回アイブフインターコンチネンタルカップブラジル代表として招集され、日本の本塁打を放つなどの活躍を見せている。2004年3月19日に日本国籍を取得したため、日本プロ野球の外国人枠の制限に縛られず、出場機会が増えるきっかけとなった。 この年は20試合に出場28打数11アンダー打率393の好成績を残している2005年開幕を1軍で迎えシーズンを1軍で過ごした最終的には75試合に出場打率241.33アンダー二本塁打、13打点二盗塁8月27日には自身初となる サヨナラヒットを放つなど頭角を表した。一塁手での出場も25試合あったが、失策がつかずとも、ボールを効率して取り損なう場面があり、守備には苦戦する一年となった。2006年は、シーズン途中に、腰痛で離脱し、追間板ヘルニアの手術も行った。復帰するものの二軍での打率が上がらず、一軍では三打席に終わっている。 2007年春季キャンプ中の2月12日、打撃練習中に足元に落ちていたボールを踏んで、転倒して、重傷を負い、全治3ヶ月の人体断裂と診断された。5月末に復帰した際も、走者と交錯して、全治2ヶ月の左手小指を骨折するなど、怪我が続くシーズンとなった。7月28日から復帰してからは、校長を維持し、2軍では打率。 397、5本類打、長打率。691と圧倒的な数字を残し、晴れて8月23日に一軍昇格。大半新戦に即出場し、1号満塁本類打を、含む4打数4安打6打点の大活躍を見せた。9月22日には、自身初の4番打者で、スタメン出場、5打数4安打と結果を残した。 シーズン最終戦の10月9日、対横浜戦で13試合ぶりに4番で、スタメン出場、3号逆転に来本塁打を放った。最終的に8月に一軍復帰してから33試合に、出場、打率、340.3本塁打、16打点の好成績を残した。12月5日の契約公開では400万円アップの年俸1600万円。 推定でサインし、背番号も49に変更することが発表された。2008年2月末に持病の腰痛を発症し、リハビリに時間を割いたが、4月に二軍で復帰。好成績を残して、5月3日に昇格した。当時のチームでは貴重な代打のクラッチヒッターとして、活躍、二度、お立ち台にも上がった。シーズン後の契約公開では、 異例とも言える金属10年手当の導入で500万円アップの年俸2100万円、推定でサインし、引退した真中光流の背番号31を受け継ぐことになった。2009年は開幕1軍に残るが、シーズン中盤まで代打での出場がほとんどであり、勝負どころでは、左の中継ぎをコールされて、代打の代打を送られるシーンもままあった。 8月7日に登録抹消されるが、この後主砲のジェイミー・デントナ、さらには首相である宮本新也まで抹消されてしまうなど、主力の離脱が相次ぎ8月28日に再登録される。その後当主の補充によって9月10日に再び抹消されるが、この後今度は川島慶三の怪我による離脱などもあって9月25日に再々登録される。 9月28日の阪神との直接対決で5番ファーストで、デントナの代わりに、スタメン出場し、ヤクルトを得意とする安藤優也投手から6回裏に均衡を破る、センターオーバーの2点タイムリー2塁打を放ち落ち台に上がった。さらに CS 出場を決める阪神との直接対決、第一戦の10月8日の試合にも先発出場し、この日も先発であった安藤から3回裏に、 貴重な追加点となる、ライトオーバーのタイムリー二塁が放った。初の CS 出場となった打席は、代打で出場したが、結果は三振であった。2010年には、開幕一軍入りしたが、すぐに登録抹消された。その後も登録、抹消を繰り返し、5月5日に抹消されてから3ヶ月間は、一軍に上がることはなかった。8月6日に、上田武の抹消に伴い、 一軍に昇格。その日は、代打で出場し、三年ぶりとなる一発を、横浜スタジアムのバックスクリーン横に叩き込んだ。8月20日に名古屋ドームでの中日戦で七番最翼で、先発出場し、三打数に安打1一打点、一死球と結果を残す日もあったものの、それ以外は、代打での出場がほとんどでシーズンを終えた。2011年も開幕一軍に名を連ねると、 4月15日の横浜戦では2011年シーズン初打席で大沼工事からの初球を神宮球場の宇宙館スタンドへ放った。4月26日の静岡での巨人戦では3番レフトでスタメン出場し、第3打席で当の旬の球に食らいつき、レフト前タイムリーを放ち、お立ち台へ上がる活躍を見せた。それ以降は不調に陥り二軍落ちとなるも、 最短の10日で一軍に復帰し、6月は大打出場が中心ながら389と高打率を残した。しかし7月以降には再び不調に陥り、登録抹消、8月に再登録、9月に抹消、10月に再登録と一軍二軍を行き来した。クライマックスシリーズ前に登録抹消となり、2度目のクライマックスシリーズ出場はならず。 193一本類打8打点という成績でシーズンを終えた。2012年はキャンプ開幕ともに2軍スタートとなった。5月に打線のテコ入れのために1軍に昇格するも結果が残せず登録抹消。八8月にもトニー・バーネット、ウラディミール・バレンティン、宮本と相次ぐ主力の離脱によって再登録される。9月には畠山和弘、 松井津市、ラスティングスミレージの離脱などが重なって一群格。クライマックスシリーズを争う広島東洋カープとの直接対決では3番ファーストで3試合連続でスタメンを任され、連勝に貢献したが、前年と同様にクライマックスシリーズ前に抹消されて、シーズンを終えた。オフには第3回 WBC ブラジル代表として、チームメイトのラファエル・フェルナンデス、金福ウーゴ、 元チームメイトの佐藤二郎、曲を巻いて、同じ日系ブラジル人の吉村健二、田中丸氏を継造、平田ブルーの奥田ペドロ、中尾氏オスカル、ケズレー近藤、ダニエルミサキラと共に予選ラウンドに出場。優一自身はブラジルチームの首相を務め、5番ファーストとしてスタメン固定された。日米で活躍する野球選手を輩出する。 強豪国のパナマやコロンビアに勝利し、決勝で再びパナマと当たり1-0の完封勝利を収め、初出場ブラジルの2013年3月に行われた第1ラウンド進出に貢献した。2013年はブラジル代表として日本で行われた WBC 第1ラウンドに出場。予選ラウンドで主軸を担っていたヤン・ゴームズが、 本戦の出場を辞退したこともあり、4番ファーストを任された。シーズン開幕後は2軍調整を行っていたが、一時期クリーンナップを外されるほど不調に陥っていた。5月から調子を上げ、交流戦中に一度一軍に昇格。8月に再度昇格すると8月30日には、小林太志投手から2年ぶりとなる本塁打を放った。9月には6試合連続で、 マルチアンダを放つなど月間 MVP 候補に名が上がるほどの活躍を見せた。打数は少ないものの対左時も。314と結果を残し、バレンティン、オランダ代表、ユーイチ、ブラジル表、アイカは日本代表と世界各国の WBC 代表の大黒柱がスタメンに並ぶ日もあった。10月3日の巨人戦では2008年6月18日以来、 約5年ぶりに一軍公式戦で4番に座った。この年は、自身初の三塁打を放ったり、練習でも届いたことがないという敵地の甲子園では、左打者が苦手とするとされる左投手の加藤孝介から、本塁打を放った。2014年は、開幕から大打で5打席連続ヒットを放つなど、好調なスタートを切った。しかし、5月26日に、 右内腹射筋の肉離れで離脱。復帰後しばらくは打撃の調子が上がらず、オールスター明けの7月26日に一軍復帰。ケガ前と同様に左の代打の切り札として、シーズン最後まで一軍に残った。289でシーズンを終了したが代打自打率は、317で、得点圏内打率は、ランナーが入ると勝手にスイッチが入るというほどで、448と、 勝負強さを見せた。2015年には入団後初めて一軍の開幕戦にスタメンで起用。その後の一軍公式戦には主に左の代打の切り札に起用されたが、レギュラーシーズン通算の打率は170にとどまった。その一方で一軍では最年長の野手であったことからチームの精神的支柱として、 チーム14年ぶりのセントラルリーグ優勝に貢献した詳細工述。クライマックスシリーズファイナルステージからの日本シリーズ進出を決めた直後にこの年限りでの現役引退を報じられたが、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズにも出場。本拠地、神宮球場での第5戦、10月29日7回裏での大賀が現役最後の打席になった記録は2塁への頃。 この試合の終了後に9から5回同上げされると翌30日には球団を通じて現役引退を正式に発表した11月26日付で日本野球機構 NPB から任意引退選手として講じ2016年からはヤクルトの2軍打撃コーチを務める楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください